はい、こんにちは、まえちゃんねるまえはらです。今日はこちらですね、うん、レゴクリエイターのおもちゃ屋と街の小さなお店です。はい、レゴクリエイターといったらですね、前回ねこのバイクショップとカフェを作ったんですけれども、うん、今回はですねおもちゃ屋と街の小さなお店を作りたいと思います。このレゴクリエイターはね最近出たばっかりなんだよ、うんうん、でしかもねちょっと小ぶりなので、この前のバイクショップとカフェよりかはちょっとお安めですね、うん、はい、じゃあちょっと開けるね。はい、よいしょ。はい、今回はバックナンバーついてるのか、うん、気になるところだけど、うん、やっぱついてない。レゴクリエイターついてないんだな、うん、残念。これついてないとね結構ねきついんだよ探すのが。きついよね、うん、組み立ての説明書は3つついてました。このタイプとこのタイプとこのタイプです。私はねこのタイプを作りたいと思います。はい、で袋自体は4つ入ってましたからね、うん、でかい袋1つの小さい袋3つです、うん、では作っていきましょう、うん、はい、ということで完成しました。こちらがレゴクリエイターのおもちゃ屋と街の小さなお店ですね、うん、はい、こんな感じです、うん、すごいね、相変わらずいいよね、うん、で、こちら側がおもちゃ屋ですね、うん、ここにね、汽車が見えるでしょ。ああ、そうだね、汽車だ。これ汽車なんだよ、うん、うん。で、奥にはロボットが見えます。これロボット開けるとわかるかな。これが汽車で、これがロボットですね、うん、なんか看板も車っぽいね。あ、そう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 、表のね、入り口の看板もこれ車っぽくない。そう、車ですね。でここはねなんかこういう風になんかディスプレイされてるんだけど、これはねなんだろうね、多分食べ物なんじゃないかなっていう感じ、ね、食べ物。でこちら側に階段があって、これ2階がお店の人のお家になってるのかな、うん、こう入れますね、うん、こんな風なお家になってて、ここにベッドがあるでしょ、うん、でこっち側にはテーブルランプがありますね、うん、でこのお家なんだけど、すっげーおしゃれなのがこれ天井、うん、これねガラスになってんだよ。ガラス。だからさ、太陽光がねお部屋の中差し込んでくるんだよこれ。すごいおしゃれこのお家。そしてこちら側が小さなお店だね、うん、お店の方はここにですねちょっとバナナとかリンゴとか売ってますね、うん、で中に新聞とかがあります、うん、外には街灯がある、おしゃれな街灯があるね。本当だ、うん、でここにあれだな、こっちも新聞の看板がある感じ、うん、でなぜかここ開くんだね。そう、これがねよくわかんないんだよね。これ開くんだよ。これ何なんだろう、よくわかんないの。これ開く、開いて中に何か入ってんだけど、これ何なのか。お金じゃないんだから。お金じゃない。これコインでしょ。これ多分コインだよね。何のために入ってんだろうこれ。コインですね。で今回ですねこのようなミニフィグがついてきました、うん、この女性なんだけど、これねスーツ着てるから多分これおもちゃ屋さんの店員さんだね、うん、あ、小さなお店の、うん、それでもう一つがこちらお子ちゃまです。うん、お子ちゃま足が短いね、うん、でスクーターに乗ってますね、うん、そしてさこれここにいるでしょ、うん、でここ開くんだよほら、うん、こうするとさ、そう、あ、落っこっちゃうけどね、落、うん、っこっちゃうけど、まあ多分、あ、こういう時に使うんだよね。そう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 、こういうことですね、うん、広げるとこういう感じになるね、うん、あのこちら側がおもちゃ屋さんで、こちら側が小さなお店、うん、やっぱ広げるといいね、うんうん、ここなんかジェットだね。そうだね、こういう風につながるからいいよな、うん、今回のこのレゴクリエイトの屋根、うん、すごいおしゃれ、うん、いい感じだよ、うん、で今回作ったのがこれだね、うん、で前回作ったレゴクリエイターと横並びにしてみるとこんな感じ、うん、だーっていくよ、だーっていくよ、うん、まだついてるよ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 、ここまで。結構長い街になるよねこれ、うん、これいいね。いいじゃん。で広げてないままにするとどうなる。広げてない状態にする、うん、折りたたむとこんな感じだね、うん、こんな感じ、うん、これだとさ、あのこの3つのブロックに分かれるから収納もいいね、うんうん、あの広げた状態だとちょっと大変だけどね、うん、この前に機関車を発車してみるとこんな感じ、うん、ちょっと合わないかな。そうだね、ちょっと合わないね、うん、やっぱ普通の家には電車の方がいいかな、うん、やっぱりねレゴって作ってて楽しいね、うん、あの
ちっちゃなね、一つずつはおなじみのレゴのパーツなのに、こうやって組み上がっていくとそれぞれ違う形になるって、しかもこんなクオリティのいいものになるっていうのが、うん、なんか楽しい、うん、うん、今後もレゴを作っていきましょう、うん、はい、はい、ということで今回はレゴクリエイターのおもちゃ屋と街の小さなお店でした。